書かせていただきます。皆様ようこそお越しいただきました。それでは早速ですね、ご挨拶をいただきたいと思います。皆様、こんばんは、ようこそこの時をかける少女、完成披露試写会に、ご来場いただきましてありがとうございます。時をかける少女をですね、というですね、非常にこう、伝統ある、作品をですね、今監督をさせていただいて非常に、光栄に、思っております。その上本当に、素晴らしい、スタッフとですね、そして本当に才能ある、キャストに恵まれて、無事ですね、この日を迎えられたことを本当に幸せに思っております。これから、上映をされますけれども、非常にですね、こう皆さんとの、この映画がですね、幸せな形で、出会うというような、瞬間を、願ってやみません。本日は、一つ、ゆっくりと楽しんでいってくださいませ。お世話でした。中里依紗です。今日はお忙しい中お越しいただきありがとうございました。私は皆様より一足早く見たんですけども、自分で言うのもなんですけど、やっぱ泣いちゃいました。感動して、すごい切ないし、すごいあったかい心になる作品になっています。時をかけてまた何回も見たいなという作品になっていますので、ぜひ今日は楽しんでいってください。ありがとうございます。皆様、今日は足を運んでくださってありがとうございます。原幸恵です。原作の時をかける少女をご覧になったことのある方はご存知の通り、私の役は、原作ではヒロインとして、存在していた役です。今回の時をかける少女ではおばさんとして出演させていただいています。私が一番気に入っているあだ名なんですけども、私は誠ちゃんに魔女おばさんという呼ばれ方をしています。魔女ってとてもミステリアスで、私の中ではすごく好きな響きだったので、とても気に入っています。そうですね、ときめきを 恋というか、ときめきを忘れた年代の方々にも、現在恋をしている女子高生、男子高生、若い方々にも、とても楽しんでいただける作品になっておりますので、どうぞ楽しんで帰ってください。ありがとうございました。石田拓也です。今回初めて声優をやらさせていただいたんですけど、すごい難しくて、なんだろうな、初めはすごい戸惑ったんですけど、みんなに教えてもらっていい感じにできたと思ってます。実はまだ今日僕見て、まだ見てなくて、今日初めて見るので皆さんと一緒に楽しみたいと思ってます。ありがとうございました。どうも、板倉光孝です。今日は本当に大勢の方にいらっしゃってもらいましてありがとうございました。僕もちょっと前に、完成したやつを見たんですけど、すごく涙を我慢してしまいまして、今日もやっぱり皆さんキャストが結構揃ってらっしゃるのし、スタッフの方もいらっしゃるので、ちょっともしかしたらまた今日も我慢してしまうかもしれないんですけど、すごくやっぱりいい作品になってます。で、収録中も皆さんがすごい、なんかすごいパワーで収録を続けて、あ、すごいななんて思いながら、一生懸命作った作品が今日こうやって皆様に見ていただけるのがすごく嬉しく感じます。最後までどうぞゆっくり楽しんでいってください。ありがとうございました。皆さんこんにちは。カホ役をやらせていただきました谷村美月です。声のお仕事は初めてだったんですけど、とても楽しく、すごいいい経験をさせていただきました。私もまだ作品を見ていないんですけど、お仕事をしてる時に絵を見ながらしてたので、
すごくイメージがしやすくてとても楽しみにしています。皆さん最後まで見てください。早川ゆり役の柿内彩美です。ありがとうございます。私も声優は初挑戦で本当にどうやってやるのかも全然わからない状態でやったんですけど、アフレコが終わってみると本当に楽しくてあっという間って感じで、本当にもっともっとやりたいなっていう感じで、で本当にこんなにすごく素敵な機会を与えてくださった監督に本当に心からお礼を言いたいと思います。今日は皆さんこれから解きかけを見て爽やかな気持ちで帰っていただければなと思います。ぜひゆっくり楽しんでいってください。皆さんこんばんは。誠の妹今野美雪役をやらせていただきました関戸由紀です。私は今回声優を初めてやって、本当に最初はどうしようっていう気持ちでいっぱいで本当にすごく難しかったんですけど、出演者の方や皆さんがやっているのを見ながら本当にすごく勉強させていただきました。現場もすごく楽しくて、出来上がりもすごく今日楽しみにしてきました。すごくいい作品になっていると思うので皆さんもぜひ楽しんでください。ありがとうございました。はじめまして、奥花子と言います。今回主題歌と挿入歌を、歌わせていただきまして本当にありがとうございました。この曲たちは、監督さんをはじめスタッフの皆さんのおかげでできた曲です。ぜひ音楽も一緒に、この映画を楽しんでいただけたらなと思います。本当にありがとうございました。こんばんは。皆さんようこそいらっしゃいました。私はすでに DVD で見ておりますが、今日は皆さんと一緒に、大画面で見させていただきます。皆さんくれぐれも最後の方で泣かないようにしてください。私はどうしても泣くと思われる方はハンカチのご用意をどうぞ。それから本の方も一つよろしくお願いします。新装版が出ておりまして、エヴァンゲリオンの貞本君が表紙を書いてくれております。どうぞ お買い求めください。それでは最後までゆっくりご覧ください。サンキュー。はい、七夕に、私はスウェーデンのハクォーターなんですけど、スウェーデンのクォーターかなと思うことがあるんですよ。私おじいちゃんの方がスウェーデン人なんですけど、一度もあれ小さい時に亡くなっちゃって話したことがないんですよ。なんでその時かけの時をタイムリープを身につけておじいちゃんに会いに行きたいですね。それで今喋りたいですね。喋ってみたいですね。はい、はい、私の願いはただ一つ、世界平和です。本当にもうなんだかわからないですけど、いろんなことが起こっている世の中なので、いろんな国の方々が、少しでも幸せな時を過ごせるような世の中になればなと思っています。ありがとうございます。素晴らしい。僕は1ヶ月ぐらい休みをもらって海外旅行に行きたいですね。はい、そうそうお忙しいということですかね。なんか中さん原さんとすごい素敵なコメントで石田君がよかったほっとしたって思ったんですけど、僕も大したこと考えてなくて、僕は静岡出身で、すごくサッカーが盛んな街だったんですよ。で今回ワールドカップで日本代表が なかなかこう悔しい状況だったので、まあ、戻ったらちっちゃい頃からまたサッカーを一生懸命やって、静岡でサッカーが上手いと結構ヒーローになれるので、まあ、ヒーローになりながら、まあ、運が良ければ日本代表に入って戦えたらと
いうのを考えてきたんですが、まあまあいいですね、大丈夫です。はい、どうもありがとうございます。私は高校生なのであまりあれなんですけど、中間テストをもう一度受け直したいっていうのが思ってて、すごく点数が あまり良くなかったので、もう一度やり直したいと思ってます。以上です。初々しいというのはまさにこのことっていう感じですね。もしも願い事が叶うなら、私はタイムリープして自分が赤ちゃんだった頃に行ってみたいです。未来に行くのはやっぱ先が分かっちゃうからちょっと面白くないかなと思うので、でも過去は見たいですね。はい、なるほど。タイムリープとかじゃないんですけど、現実的に沖縄に行ってみたいなと思うので、はい、はい、沖縄に行きたいです。あとは受験生なので合格祈願ということで、はい、ここ受かるといいです。はい、奥花子さん、願いが叶うとしたら透明人間になりたいです。はい、いろいろやりたいです。一番意外性もしかしたら。じゃあ最後に筒井先生にも一言おっしゃっていただきましょうか。僕もやらせるの？ぜひこういうの後になるほど、まあ、面白いことを考える時間があるんですけど、研究と食事をというのは、ベガとアルタイルだから天帝の怒りに触れて1年に1回しか会えないはずなんだけど、あれ25億光年離れてるんですよね。会いに行くのに1回に25億年かかるわけで、とても1年に1回は会ってられないはずなんですけれども、とにかくまあ私もそれと同じように、若い頃に別れたままで、まだ三四十年に過ぎませんけれども、もう一度会いたい人がたくさんいますけれども、それこそ時を超えてそういった人たち、何十人いるかちょっと思い出せませんけれども、もう一度会いたいというのが私の夢です。ありがとう。どうもありがとうございました。はい、そろそろですね、このご挨拶の最後ということで、それこそ最後にですね、どんな願いを叶えるのか、まあ一つだと思いますけど、監督一言だけお願いします。それはもちろんこの映画のですね、皆さんにより多くの皆さんに見ていただくことが一番の、私の、願いでございます。個人的なお願いはまた、来年しようかと思っておりますが。